ハノイで一番驚いたのは、街にバイクや通行人がたくさんいることです。そこでいろんなドラマに出会うことができました。ストリートフォトグラファーの小室美穂です。私が海外で写真を撮る理由は、街に降り立った瞬間の光、空気、音、匂い、すべてが神聖に感じられるからなんです。カメラを持って歩いていると視野が360度広がります。そこで被写体を見つけた瞬間がカメラの一番面白いところだと思います。街を歩いているとカメラがコミュニケーションツールになります。現地の人と私をつないでくれる大事な役割になってくれるんですよね。旅先で心がけていることは、ワンフレーズでもいいから現地の言葉でコミュニケーションを取ることです。印象に残っているのは、おばあさんを撮らせてもらったシーンです。撮影した写真を見せたらすごく喜んでくれたんです。そしたらその後に、自分の友達も一緒に撮ってくれって声をかけてくれたんです。街の人を撮影するときに一番役に立ったのが瞳 AF です。カメラを向ければ自動的に瞳にピントを合わせてくれるので、私はコミュニケーションや構図に集中することができました。ローポジションの魅力は、いつもと違った角度から被写体を見ることによって新たな発見ができるところです。旅先ではとにかく歩くようにしています。たくさん歩けばそれだけ多くの被写体に出会えます。そういった時にやっぱりカメラが小さくて軽いっていうのは重要なんですよね。スナップにおいて私がカメラに求めていることは、やっぱり撮りたい瞬間にシャッターを切れるっていうのが一番大事なんです。この旅を通して感じたのは、旅先の空気感を表現する絵作りだったり、手に馴染むサイズ感だったり、旅する私にとってぴったりなカメラでした。またこのカメラを持っていろんなところに旅に出かけたいと思います。